ロビン・サックスはイギリス出身の俳優、声優である。1951年イギリス・ロンドンに生まれる。父親は南アフリカ共和国生まれで、イギリスを拠点に活動していた俳優のレナード・サックスで、母親のエレナー・サマー・フィールドも女優だった。1972年にホラー映画、吸血鬼サーカス団で映画デビュー。 1970年代から1980年代にかけては母国イギリスを中心に活動を続け、テレビドラマから映画まで様々な作品へ出演して、キャリアを積んだ。1990年代に入ると活動の場をアメリカ合衆国へ移し、ジェシカ・オバさんの事件簿や、炎のテキサス・レンジャーなどのテレビシリーズへ出演しているほか、 1997年にはスティーブン・スピルバーグが監督のロストワールド・ジュラシック・パークへも出演。それ以降もアメリカを拠点に様々な作品へ出演し、英国、米国の両方において役者の地位を確立した。また、アメリカへ拠点を移してからはビデオゲームやテレビアニメなどの声優としても活躍した。2013年2月1日、カリフォルニア州。 ロサンゼルスの自宅にて心臓発作により死去。61歳だった。ありがとうございます。